函館八幡宮は北海道函館市にある神社である。旧社格は国平中社で現在は神社本庁の別表神社。函館山の南東六に東表して鎮座し、社地は函館市街を俯瞰する。北海道の開拓に関わる神として道民からの通敬を集めた。本田分けの命を主催神とし、愛とのに住吉大宮と、 こと大臣を廃止する。社殿では、文安二年、亀田軍の領主であった、河野正道が、函館元町に城を築く際、城の鎮守として、上域と南隅に八幡神を勘定したのに始まると、伝えられる。栄正九年、河野氏は、江戸に攻められて城を追われ、一族は、八幡神を奉じて、亀田軍赤川村に逃れた。慶安二年、河野氏一族の御子、 一女が冷国を受けて、元町の河野家が土地に、八幡宮を移した。完成十一年当江戸を講義五領とした江戸幕府が、社地に、函館奉行所を置くことになったため、文化元年、幕府の費用で会所長に社殿を造営して、仙座、以後函館奉行所は東急を祈願所とし、江戸地僧者として数計した。また、広く江戸地開拓に神源ありと信仰されたといい、 近世末までに、石狩八幡神社や村蘭八幡宮、住吉神社等が東宮より勘定されて創始、されている。明治に入り、海所長に庁舎を置いた、開拓氏は明治4年に、東宮を、通傾社と定め、同10年5月28日、国平商社に、列格、翌11年、累商により、社殿を消失したので、官費をもって、現在地に社殿を造営し、 同13年に先座した。明治29年10月19日に国兵中車に昇格した。戦後は神社本庁に参加し、昭和23年にその別表神社となっている。霊祭は8月15日で、それを挟んで前後3日間にわたる祭儀が再行される。また霊祭後には各年で、御子と御祭があり、御輿が市内を巡行。 官僚に際しては神腰を担いで参道の石段134段を駆け上る。現在の社殿は明治45年から大正を4年にかけて改築されたもので、本殿、平殿、廃殿が権ン源作り風に結合する。本殿は桁行き五軒両行三軒の制定作りで、高欄付きの縁を巡らす。その様式は日吉大社本殿にほぼ等しい。本殿前面に、 本殿正面幅と同じ針まで、桁雪二軒の切妻作り妻入りの平殿を結合し、さらに平殿が、廃殿背面に接続する。廃殿は、桁雪七間両行島の入りもや作り平入りであるが、平殿屋根の棟が全面へ越し来るために、正面屋根の中央にカスガ作りのような妻を見せ、さらにその下部に正面を、軒木刀破に作る一軒の後輩を、すがる破布で吹き下ろす。また、 両側面前方部には、箱崎宮本殿のような車寄せをつける。以上三殿とも屋根は、銅板武器。神社では、本殿が、聖帝作りで権ン造作り風の八棟作りとなっていることから聖帝八棟作りと称している。鶴若稲荷神社がある。ありがとうございます。